はい、こういう切り返しという動きがあって、これは非常に千鳥足を使う代表的な動きになります。方向を変えることによって自分の向きはこっちだけど、霞に構えます。霞の上段に構えます。で、相手にこう刀が向きます。これが今の切り返しの動きになっている。実はこれで一回こっちへ切ってんの。こう、こう切ってこう、こっち一回こっちに体をずらしてこっちに向けます。いいですか。こう、こう、そうすると相手の体に腰の力が入っていきますね。ちょっとこれをやってみましょう。はい、こういくよね、こういくよね。こっち、こっち一回、こっち一回切る、うん、一回こっち切る。で、こう、こう切ってみてください。こう切ります。で、次こっち、パッ、霞に構えてみてください。そう、そうそうそう。この時にこうならないように、上体が骨盤にしっかり乗ったままで、自分のこめかみのところに剣があって、こう引くんじゃないですよ。しっかり相手をつく、つく、この状態で入っていってみてください。どうしてもね、ここのところでね、くぐろうくぐろうとしてもこれ関係あれんのですよ。この攻めがもうここ、ここなってしまってくる。そうじゃなくて、大事なことは相手を攻めてるっちゅうこと。攻める方が大事です。柔らかくなる、もっともっと柔らかくして、それが一番強い。このぐらいしっかり腰が安定してればね、手に力入れてみる。こうなるんで、手に力入れるとね、くぐろうと思わなくていいですから。まずこの剣線で、剣線で天神さんをパッとこう突く。それを、うんうん、そう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 、いいんじゃないですか、だいぶいいんじゃないですか。